振り袖の帯結びをしていきます。こちらお太鼓形になりますので訪問着にも結べる帯結びとなっております。まず手上に一結びします。胸元を広げておいて肩幅くらいのリボンを作っていきます。このようにして真ん中でひだを作ってリボンを作ります。1本目の35ゴム紐にかけます。で同じように垂れ先もリボンを作ります。肩幅ぐらいの大きさにしてリボンの真ん中でひだを作って2本目の35ゴム紐にかけます。で一旦ここで形を整えておきます。上に来ている方のリボンを交差させます。こっちのリボンは左に、こっちのリボンは右に交差させて、形を整えます。で、ある程度整ったら枕をつけます。さっきの垂れを持ってきてひだがきれいに取れるところで枕を持ってきます。で帯で結んだ結び目の上にギュッと差し込みます。背中にくるように持ち上げて前で結びます。帯揚げもつけます。お太鼓のタレを作っていきます。まずこちらで一旦仮紐をしてタレを作ります。このようにして一回タレがきれいに結びやすいようにしておきます。タレを作ります。大きさは少し小さめに作った方がバランスが良くなります。紐を外して太鼓の上のリボンを整えます。30ゴム紐が見えないように整えます。